帰り行けって言うとり直してやる。日本酒で薬酢にもいただきます。いや、うまいな、やっぱ。はい、おはようございます。宇太郎です。本日仕入れた魚はこちら。鳥取県網代港から参りました生の甘エビです。こちらのね、甘エビ、また1週間ほど熟成をさせて食べてみたいと思います。お刺身にするとエビって頭残りますよね。その頭も美味しいんで、頭の味噌汁の作り方もご紹介したいと思います。ぜひ最後まで動画ご覧になってください。はい、それではね、こちらの甘エビ鮮度いいですよね。卵も綺麗です。こちらの、甘エビ身だけ使いますんで、頭と殻と卵は取っといてですね、1週間熟成させますんで、1週間後に頭使って味噌汁にするんで、一回これ頭取って冷凍してしまいます。まず全部頭取ります。味噌がバッチリ入ってますよね。この頭を捨てるのはもったいないです。生でも美味しいと思いますけど、これは味噌汁にしたいと思いますので、しっかり取っといて皮は剥いてしまいます。こちらの皮もね、出汁が出ますんで、皮もこちらの尻尾、こちらも取っておきます。はい、こちら 500cc の水に 40g のお塩 40g 入れます。 8% 入れて、よく混ぜます。はい、そちらの水に氷を入れて、まあ、150g ぐらいです。氷を入れてガッツリ冷やします。よく冷えましたら、こちらの甘エビを入れていきます。これでね、5分ほど寝かして身を締めます。はい、こちらね、5分経ちました。甘エビを取り出して水気をよく切っていきます。はい、それではね、1週間経ったのがこちらのね、発泡スチロールの中入ってます。で、今日も今日で福井県の甘エビがあったんで、越前の甘エビですね、甘エビもこちらに仕入れてきました。これは生で食べてみたいと思います。こちらは1週間経って冷凍をかけてるね、甘エビの頭と卵と味噌ですね。こちら味噌汁にします。それでは1週間後どうなってるのか開けてみましょう。このようにね、氷でガチガチに固めて1週間、できるだけ温度の変化がないようにね、保管しておきました。こちらが1週間経ったね、甘エビです。身はまだ結構透き通ってます ね。これがどうなってるのかっていうのを、こちらのお刺身と一緒に食べ比べしたいと思います。はい、それではこちらのね、今日仕入れてきました福井の甘エビ、こちらの皮を剥いていきたいと思います。頭はね、全部取っちゃいます。こちらのね、頭もこっちの冷凍のした頭と一緒に味噌汁にしていこうと思ってます。地味だな。はい、それではね、甘エビの盛り付けをしていきます。はい、できました。甘エビのお刺身の完成。こちら熟成、こちらが生。はい、じゃあね、ここ直前で、これ昆布だしです。昆布は一回出してしまいます。で、甘エビの頭とね、卵を入れてしまいます。今剥いた甘エビも入れちゃいます。はい、こちらね、甘エビガンガン沸騰させて、火はね、マックスです、強火です。強火のまま水を足しながら、これで、ね、全部エキスを出していきたいなと思います。ここから、ね、1時間ぐらい強火で炊いていきます。はい、はい、こんな感じで、ね、水だいぶ減りましたよね。水がだいぶ減ってきたら、また差し水をして、またこれ詰めていく。これをね、1時間ぐらい繰り返します。
はい、それでは大層のね、甘エビの汁が大体3分の1ぐらいになったと思います。大体3分の1ぐらいに詰めて、まあ、1時間ぐらい経ちました。今日はですね、こちらの西京味噌でお味噌汁にしたいなと思います。味付けはもう西京味噌だけです。もうちょっとかな。はい、じゃあ火を止めます。はい、こんな形でね、盛り付けていきたいと思います。もうね、甘いもの殻も一緒に入れちゃいましょう。どうでしょう。よいしょ。はい、それでは甘エビ味噌汁の完成。はい、ということで甘エビ1週間熟成させてみました。1週間ちょっと長いかなって気がしたんですけど、これ1週間です。7日間経ちました。こっちマシケの甘エビの方が大きいですよね。こちら今日仕入れてきた、福井県自然光の甘エビ、でも違いますよね、大きさが。色もちょっとこっちの方がくすんでるのかな、熟成の方が。で、熟成してると味がどうかなと思ったんで、一応ガリも用意しました。自家製のガリです。それでは早速いただいていきたいと思います。いきましょう。美味しそうだな。すっげー甘いです。甘エビと言われてるだけあって、レモンの食べたらレモンの香りがして、こっち食べればよかったですよね。すごい美味しい。安定のうまさってことじゃないですか。ということで、見ようかな。じゃあレモンに乗っけてね、ちょっとレモン乗っけた方が爽やかな感じになるかなと思ったので、熟成ちょっと怖い、大丈夫かな。ビリビリしたりして、最後の最後でエビシューが来ました。やっぱね、腐ったりしてないです。ただ最後にエビの味噌のエビの臭みがスンときましたね。ちょっと熟成ビリビリさせすぎたかなって感じかな。ガリで一回気を取り直そうか。ガリで一回気を取り直して日本酒で食ってるうちにもいただきます。今日はこちら、これね買ってきたんです、グラス。リーゼル行って何用のグラスだと思います？これね、あの純米酒専用のグラスらしいんですよ。これ現状のお酒日本酒飲んだら合わないし、ワインもシャルドネとか合わないって言われました、店員さんにね。純米酒飲むならこれだよって言われてちょっと買ってきたんで、今日はこちら小樽の田中酒造の宝川、北海道からね買ってまいりました。こちらの甘エビがマシキだったんで、まあ、マシキの近く同じオホーツクに面している純米酒でこちらを選びました。こちらとね、甘エビを分けていきたいと思います。口の中が昭和ですよ。純米酒用のグラスです。ちょっと色がついてるかな。芳醇系です。旨味のある酒、いや美味しいな。なんで純米酒用っていうかというと、大吟醸だともっと積もってらしいんです、グラスの上が。ちょっと香りが全部中に充満しますね。これちょっと抜けるような感じになってるのがこの純米酒用のグラスですね。うん、だ食中酒飲むにはいいんじゃないですか。はい、ということで気を取り直して、いくよ、行こう。いや、すっげえうまいっすよ。さっきの甘エビが最後にちょっとね、エビの最後エビシュークンってきたんですけど、今のもなかったですね。やっぱこれ本当ギリギリなんだな、個体差で。やっぱ5日ぐらいがいいかな、そう考えると。お前舞台に熟成した時、舞台の熟成めっちゃうまかったんですよ。今回はこっち生の方が好きだな。こっちはもしかしたら熟成させすぎってもちろんあるかもしれないですけど、生の方が甘みを感じますね。ねっとり感ももちろんあるんですけど、食べ比べると難しいな、そう考えると。いろいろとということで、熟成したボタンにたっぷり場所に乗っけて、思いっきり差し掛ける、絞って、よし、いただきます。いや、うまいな、やっぱ熟成もうまいな。甘みがあって歯切れがプリプリしてて、熟成はもうまとまりつく感じ。今食べたのもうなかったですね、エビの感じ。やっぱその個体差も面白いからあんのかもしれないです。そう考えたら鮮度を選んで1週間っていうのはね、生きてるやつ1週間っていうのはありかもしれないですね。非常にやっぱエビってうまいわ。そして日本酒に合う。ああ、いいな、もう大丈夫。はい、ということで幸せを感じました。生エビの最強味噌の味噌汁みたいな。シンプルに本当最強味噌だけで味付けしましたけど、初めの量からね、どんどん凝縮させてって
非常にエビの香りがしてうまいです。斉藤味噌の甘みとね、甘エビの甘みもバッチリ合うんじゃないでしょうか。これで飲み込めるな。なんか最強焼きを食いながら飲み込んでるような、そんな感じになります。あーうまい、うまい。はい、ということで本日は甘エビの畜生をやってきました。前回豚エビやったんですけど、今回は前回豚エビ5日だったんですけど、今日は7日間置いてみたんですけど、若干長かったかなっていう感じがしました。食べて美味しいんですけど、ちょっと最後にねエビの臭みがあったんで、まあ5日ぐらいがベストなのかなっていうのが、まあ率直な感想かなと。熟成も美味しかったんですけど、豚エビとか熟成すごいうまいと思ったんですけど、今回の甘エビは生の方が甘みでした。生のフレッシュな方が甘みを感じて、ね、非常に美味しかったんで、まあ人それぞれだと思いますんで、まあ熟成の、ね、奥深さもわかりました。今日ね甘エビ味噌汁やりましたけど、家庭でも甘エビ買ってきて剥いて食べるのすぐできると思うんです。で頭をやっぱ、ね、美味しく食べるには、今日はですね昆布で出汁を取ってバンバン火マックスで1時間炊いて、まあ、味噌汁を3分の1ぐらいにして煮汁しましたけど、あれうまいっす。ご家庭でもできると思うんで、ぜひね試してみてください。はい、本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。感想とかあったらコメントいただけると非常に嬉しいです。それではまたよろしくお願いします。もちろんでした。ナイス。